アスワ川用水は、アスワ川から取水され、福井県福井市の南東部1円1997ヘクタールの農地を灌外する用水路である。アスワ川投資校から複数の幹線用水として取水され、さらに複数の用水に分岐している。2016年11月8日、アスワ川園庭と地海両区連合によって登録申請されていた世界灌外施設遺産に福井県内で 初めて登録された。アスワ川用水は以下の用水群で構成されている。太地は幹線用水。道の駅一条国、朝倉水の駅そばにあるアスワ川投資港が起点の農業用水でアスワ川砂岩の農地を潤す。道田川は東郷地区のメインストリートを流れる用水路である。江戸時代の文献には道天川との記述もあり、昭円時代から存在した。 1965年頃までは日常の生活排水路としても使われており、高度経済成長期になると次第に水質が悪化していた。現在は県営水環境整備事業により整備され、浸水路には鯉が放流されるなど町の憩いの場として、また観光資源として利用されている。周辺には盛大な本湖山が模様される、寺市四樹や千徳寺、 安山祈願で知られる天寺の地蔵院、東郷城主、長谷川周一ゆかりの稲荷神社、福井県伝統的建造物指定の今村や、1853年創業の安本酒造、毛利酒造、小ビリーを新し屋などがある。1993年からの大改修事業により、本来の水路を暗挙として、その上に新水路を作るという形になった。この改修は、 地域住民アンケートや検討委員会での議論をもとに歴史の流れとの共振をコンセプトに実施された。様々な表情を持つ14の橋が架けられた浸水路は総延長511メートル、周囲には浸水公園1カ所という歩道955メートルも整備され、護岸、火災市、石段には地元産の尺谷石を使用した仕上げとなっている。 1998年に福井市都市景観賞2006年に疎水百選2008年に福井市里川認定2010年に福井市景観賞の認定受賞がある道田川の川べりには高さ4メートル、底辺1.8メートル1.8メートルの常野塔が立っている現存のものは1959年建立のもので台座は尺谷石、上部は 小和小水氏、松下俊太郎、松下又次による寄贈であることが記されている。これ以前は二、3ほどの高さだった。現在は白熱灯による点灯であるが、以前はこの常夜灯の前の家主が油を刺して点灯していた。道田川の上流部には、カッパのブロンズ像が2体ある。季節によって衣装も変える、このカッパアセント君の作者として知られる。 彫刻家の矢部内里氏の作品。河童のほど近くにある地蔵院の河沢堂では、毎年7月の30日と31日の2日間に、渡りが拓大権限のお祭りである、川祖祭りが開催される。この川祖イコール河沢は、一般的には、汚れや病を川で洗い流すことと言われているが、地元には河童であるという言い伝えが残る。 2006年から毎年6月に、統合ふるさとおこし協議会の主催で、せせらぎコンサートが開催されている。2015年、平成27年からは、川の上に川床をこしらえ、ステージとしている。またこの年、せせらぎコンサートにほぼ毎年、出演していな,ない色によって道田川を PR するためのイメージソング、道田川から、せせらぎと共にが制作された。 ありがとうございます。